江戸川の飲み屋を襲ったのはお前だろ。撃たれて死んだ奴がいる。そいつはうちの商売敵の遠藤真の組員だ。遠藤は決してそのことを忘れはせん。空ってのは口の軽い奴だったな。なんであの日に飲み屋を襲おうと思ったんだ。週末にレースがありました。注目はブラックマーブルで、オッズは40倍、馬は絶対ドーピングされてたはずです。周りのチンピラはみんなそいつにかけてたし、何しろ40倍だし。でもそいつは2つ目のハードルで転倒して、勝ったのは一番人気の馬でした。オッズは3倍だから大した払い戻しはない。みんな当てが外れたわけで、だから頭がいいなあとはどこを狙うか考えただけで。選んだ場所は悪かったな。まあ、あんたがうちで働くんなら遠藤に償いをせんといかんな。でないと相手も納得しない。組に入れってことですか。そうだ。でもどうしてです。私は勝ち馬が好きだからさ。